皆さん、こんにちは。これから初めてでもわかる反響を呼ぶチラシ反則。第3回、チラシの反響を呼ぶ効果的な配布方法とはをご紹介します。私は、印刷集客のプラットフォーム、ラクスルにて、ポスティングなどエリアマーケティング全般を担当している大越と申します。 ラクスルでは様々なお客様のチラシ制作とそのチラシを活用した反則であるポスティング、新聞り込みを担当しています。その中でお客様へチラシ制作からポスティングまでをより効果的にご活用いただく方法などをご提案してきました。その内容を皆様にも共有し、初めての方でもわかるポスティングの方法について3回に分けて説明をしていきます。 皆様のホスティングの反響が出ることにご協力できると嬉しいです。ホスティングや新聞折り込みなどによるチラシ反則は、特定のエリアに証券を絞って消費者へリーチできるという特性があるため、店舗などを持ち特定の地域でビジネスを展開する方々にとっては有効な手段です。これまでチラシ反則による 反則効果は見えづらいと指摘されてきましたが、チラシの反響を測定することで、投資体効果を測定し、反則活動を運用していくことが最近のトレンドとなっています。今回はその中でも人気が高まっているポスティングについての説明をさせていただきます。 初めてポスティングを行う方はもちろんですが、ポスティングを行ったことはあるけれど、反響がなかった経験をお持ちの方などにも参考になる情報が提供できたら嬉しいです。新聞折り込みでもご活用できる情報が多いので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。では、本題に移ります。第1回目、2回目でも説明したチラシ反則の手順について説明をします。 チラシ反則は手順1、チラシ反則を企画する。チラシ2、あ、手順2、チラシデザインをする。手順3、配布するエリアを定める。手順4、配布の時期回数を決める。の4つの手順で進めていきます。今回は手順3、4の配布するエリアを定める。配布の時期回数を決める。 部分について解説をしていきます。まずは、チラシの反響を呼ぶ効果的な配布方法について説明をします。チラシ配布において、予算に合わせて部数やエリアを適当に決めたり、適当なタイミングで全予算を1回の配布で使ったり、使い切ったりしたご経験はございませんでしょうか そのような配布をしてしまいますと、想定よりも低い反響となるケースがござい、なってしまうケースがございます。配布をするにあたり、検討すべき重要なポイントは3つございます。1つ目は配布エリア。2つ目は配布時期。3つ目は配布回数です。この3つの項目を例に説明をしていきます。 一つ目の配布エリアについて説明をしていきます。配布エリアを設定するときは、チラシを優先的に配布すべき、証券へ配布していくようにしましょう。証券とは、チラシを配布したときに、想定の反響を得ることができるエリアとラクスルでは定義しています。証券の見つけ方は、詳細により異なりますが、 店舗があるような業態の場合は、お客様のご来店の手段から考えるのが基本です。証券の目安として、徒歩圏内の方がターゲットの場合には、10分から15分くらいの移動距離となる0.8から1.2キロ程度。自転車を使用する方もターゲットにする場合は、10分から15分くらいの移動距離となる2.5から3キロ程度。 自動車移動も対象とする場合は、10分程度の移動距離となる5キロ程度と考えます。他にも、証券として確認すべきポイントとして、駅からの距離や道路や川などを挟んだりすると、交通利便性が変わるため、距離以外の要素で証券が変わるケースもございます。また、 家賃や住環境などにより、エリアに住む方々の属性は異なってきますので、これらも証券に影響を及ぼします。証券内の詳細情報を把握すると、属性別に訴求を出し分けたりすることができます。証券内のユーザーに合わせたキャンペーンを企画することが反響に、反響を効果的に することにございますので、こういった情報を収集して、証券を考えるようにしてください。反響率の一例を真ん中から下の方に記載しました。こちらの内容については、第1回目の動画で解説していますので、そちらでご確認ください。正しい証券を把握した上でポスティングができた場合、飲食店の例と記載した部分のように、 反響率を上げることは可能となります。反響率が上がるとどういう効果を得られるかというと、仮に2万部のポスティングを行った場合、チラシの反響率の目安程度の率となると、QR コードの読み取りは60から100回程度。実際にご来店いただく方は6組から10組程度のお客様となります。 これが証券を正しく把握できてポスティングができた場合には反響率が上げられる傾向があるため同じ部数のポスティングでも QR コードの読み込みは220回程度ご来店いただく方は140組程度まで上げることも可能となりますそれでは実際に証券を考慮しながら配布エリアを決定していきます飲食店新規開業の例です 1>, 1回目と2回目で企画デザイン政策を行った飲食店新規開業の配布エリアの設定方法を説明していきますこの店舗のポイントは10台分の駐輪場があることであるためメインのターゲットは徒歩プラス自転車利用の顧客となり証券は 1.5km 圏内と想定していきますまた今回の予算は20万円程度新規開店なので証券内になるべく広く配布していきたい 状況です。これらの状況を前提に配布エリアを設定していきましょう。では実際にラクスルの地図シミュレーション画面で店舗を中心に予算20万円程度で配布できるエリアを設定してみましょう。エリアの設定方法は市区町村配布、町長目配布の2通りあります。 市区町村配布は市区町村単位で配布エリアを設定するエリア選定の方法です。町町目配布は○○町1丁目といった単位でエリア選択が可能です。今回は証券が1.5キロとなるため町町目配布でエリアを選定を行っていきます。まず店舗を中心地として円機能で1.5キロメートルで検索します。そうすると配布部数5万部40万円くらいとなります。 20万円予算のため予算オーバーとなってしまいますので配布エリアの調整をしないといけません配布エリアを狭くし 1km でエリアを再設定してみますそうすると予算20万円以内に収まりました最後にエリアの微調整を行います道路を越えると自転車が来店しにくくなるので証券ではないと仮定し道路より向こう側を消し来店しやすいエリアを追加します これでエリア選定が完了しました。次にネットスーパーご利用エリア拡大のオンライン集客の場合といった配布エリアが非常に多い場合、かつ初回の配布エリアはどのように行うかということを想定していきます。ネットスーパーご利用エリアの拡大の周知ポスティングを行う場合、 サービスの提供エリア、つまり証券が広くて、どこから配布していいかということが悩んでしまいます。このようにどのエリアから配布していいか迷っている場合は、証券内のターゲットの占有率をご自身で参照していただきながら、エリアを選定する方法がございます。今回の場合は、ターゲットは各家族と単身世帯にします。 各家族と単身世帯が多いエリアでポスティングを行い、アプリのダウンロードやクーポン利用率を測定して最適な施策を打っていけるようにしていきましょう。証券内のターゲット占有率をご自身で参照する方法の一例をご紹介します。国勢調査のデータは eStat と呼ばれるサイトで公開されています。 こちらでエリアごとの世帯情報や年齢別、男女別、人口などの属性を調べることが可能となっています。例えばこの図は紫色が各家族世帯、緑色が単身世帯です。エリアごとに細かく見ていくと、新宿区は緑色の単身世帯が多く、江戸川区は紫色の各家族世帯が多いエリアとなっています。 世帯構成率が異なるエリアで同じチラシを配布した時の反響率の差を比較すれば、このチラシはどんな層に響くのかといったデータ分析ができるようにもなります。実際にエリアを選んでみます。今回は区単位で配布エリアを設定したいので、市区町村配布を選びます。 配布方法を設定後、エリア名を入力し、配布エリアを設定していきます。新宿区と江戸川区を選択します。今回は予算100万円程度ですので、予算調整機能で部数を調整していきます。これでエリア選定は完了です。 次に配布時期、回数の考え方について解説をしていきます。配布時期設定で留意するポイントは季節性です。多くの商材はよく購入される時期があるものです。クリスマスケーキは12月、フィットネスは夏前や新年度前、引っ越しは年度の切り替わり前後などです。 購入されるのはこのような時期ですが、購入の前段階に検討というフェーズがございます。検討が盛り上がる時期、言い換えると反響が盛り上がり始める時期の一例として、クリスマスケーキは11月下旬から12月上旬に盛り上がりを見せ、その後反響は落ちていく傾向にあります。このように図の方では説明をさせていただいております。反響が盛り上がる、盛り上がり始める時期に、 候補に挙げていただけるように、計画的にポスティングを行うことが非常に重要です。配布回数ですが、一回の配布では潜在顧客に届かない可能性が高いため、配布は複数回に分けていくことがポイントです。ポスティングは認知、向上、購入などの行動の後押しとなる媒体です。 ユーザーは、商材を認知した上で、ユーザーの購入のタイミングとかみ合ったときに行動に移すため、複数回にわたってポスティングすることで、購入のきっかけとタイミングが合う確率が高まります。また、ラクスルに限らず、一般的にポスティングでいう標準配布、軒並み配布とも言われていますが、これは指定したエリアの全戸に配布されるのではありません。 一般的には世帯数の5割から7割が配布数に設定されているので、1回の配布でエリア内の全てのポストにチラシは届きません。行政の案件で全個配布というポスティングもありますが、これをやるとコストが大幅に上がってしまいますので、顧客獲得のためのポスティング単価が上がってしまいます。そのため、複数回配布してより多くの世帯にポスティングがされるように、 かつ、同じ世帯にポスティングされた場合には、こちらのスライドの状況に持っていけるようにしましょう。それでは、学習塾、春季講習受講者募集を例にして配布計画を立ててみます。学習塾、3月下旬の春季講習募集のチラシとなります。 チラシの作成方法については第1回目、2回目の動画をご確認ください。春季講習に向けたスケジュールの整理です。情報を配信開始は1月上旬。春季講習の募集開始は2月上旬から。キャンペーンは2月中の申し込みで適用。春季講習は3月下旬から開始のスケジュールとなります。 この場合、まず検討段階で候補に挙げてもらうことが第一目標で。その上で申し込みをしてもらうことが目指すべき最終のゴールとなります。今回は1月と2月の合計2回配布で認知向上とお申し込みの後押しとなるように計画をしていきます。1月後半の検討段階にチラシを届けるために1回目の配布は 1>, 1月20日ごろまでに終了させる2。2月の後半の需要再生期では、お申し込みの後押しをさせるために、2回目の配布は2月17日ごろまでに完了させる必要があります。印刷期間を1週間、配布期間を2週間と見たときに、逆算して配布完了の3週間前までには、手配完了が必要となります。 つまりは1月配布分は年末まで、2月配布分は1月末頃までに発注を完了している必要があります。このように計画的にポスティングを実施し、より効果的に反響を集めていきましょう。なお、配布回数、複数回配布する場合には、 短期間のうちに複数回配布をしてしまうと、投函先の方からクレームになりやすいので、1ヶ月程度期間を空けて配布するように計画をしてください。次に配布回数の考え方について、介護施設送迎職員募集の例で説明をします。求人の場合は募集したいタイミングだけでポスティングを行うのではなく、人が入れ替わる時期、 例えば年度末や繁忙期前などに定期配布を行うことが有効です。働きたいと思ったタイミングで第一候補に上がるように記憶してもらえる傾向があるためです。配布エリアはすでに働いている方が住んでいるエリアや交通の手段でよく使われる、使われる、使われるだろうと想定しているエリア。 を選んでいただくと良いですが、継続的に配布を行いながら、どこが証券なのかを見定めることも大切となります。はい。以上で全3回のセミナーは終了となります。動画をご覧いただき、チラシ反則についてご理解は深まりましたでしょうか もしまだ第1回や第2回の動画をご確認いただけてなければそちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。皆様のビジネスがより反映することを願っております。もしご不明な点がございましたら楽するまでお問い合わせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。